れまっすぐ行きました。左行ったんですよ。昨日も行きました。すいません。さあ IRC で探検です。案件ね、今日2人ですからもうちょっと先に進めるかなと思うんですけど、これがどうなってるのかね、ちょっと興味ですね。まあ、そんなに前回と状況は変わってないように見えますが、果たしてどうなんでしょう。さて、お、危ない。おお。結構な登りっすよこれ。いける？まあ、2人ですからね、ちょっと安心ですけどね。いや、なかなか激しいじゃないですか、これ。お、危ね、危ね、滑ったよ。いや、これなかなかだよ。ちょっと急なんだく。所長行くね。お、ちょっと普通の林道になりましたよ。お、危ね。あれ、橋があるよ。おお、どうなんだこれ、どうなんでしょう。すごいねこれ。いや、これは
あるにはありますね。同じプラスチックだからそんなに怪我しないですよ、あるにはあるけども、ここのガッツンがかなり。あ、また黄色いあれがありますね。いや、ここは所長のチャンネルでも俺のチャンネルでもない。トラベースの世界じゃないですかこれ。ああ、でも、そんなような気がしますけどね。そこだけっすね。これは、ああ、17号に至る。え、これが17号に至るになってる。左。道なくなりました。道なくなりました。沢。ディカ、これ、さっきの地図にあったのこれのこと？なんかそれっぽい。これはちょっと無理でしょう。さすがに。これは死んじゃうやつですよ。これはさ、歩いて登るやつだね。ということで、そうですね、多分ね。これなんかさ、ほら、東伊豆って書いてあるんだけど、東伊豆17号自体が本当にないんですよ。だから送電線が東伊豆線でっていうことなんですね、きっとね。東電の人が見ればわかるんだろうけど。いや、これは所長のチャンネルでも俺のチャンネルでもなかったということですね。はい、どなたのチャンネルがふさわしいか見てる方にお任せしますよ。ミディアムソフトじゃねえか。ミディアムソフト。いや、歩くのだってこれ大変ですよ。歩くの厳しいもんね。さっきさ、枝を抜けたからまだなんとなく走ってもいいような気がするけど、でもこれ厳しいよ。厳しいっすね。どうだろう、ここの確率が半分以上あるでしょ。これはちょっと無理っすね。いや、途中までは結構いい道だったんですけどね。途中まではいい道になったんですけどね。良かったんだけどね。そうですよね。どうやって回そうかってところだな。これ。
と、そこは厳しいですね、所長のとこ。あ、行きますね。あっち、そっか、マフラーこっちだったんだね。危ない危ない危ない。よし、座って。結構これ下りだって怖いよ。おね、岩があった。いや、探検冒険でございました。これは、お、危ね。面白かったけど、まあ普通の人が知る道じゃないということで。よし、おお、おお、降りてきたね、降りてきたね。さあ、疲れた。いや、これでもあのドンツキですけど、こういうとこ好きな方ね。いかがでしょう。おめ、まあ短いですからね、それのあれには報われないかもしれないですけど、まあ鳥居の後に出てもちょっと遊んでみるのもいいのかもしれません。